こんにちは。やばい、結構お顔がやばいんですけど、すいません結構顔がやばいって感じなんですけど、ごめんなさいっていう顔がやばいですね。メイクしてないんですよ今日。ガチガチすっぴんで、顔がメイクがちょっとやってないので、眉毛ないちょっと可愛い。本当今からね、ちょっと1時間ぐらいあるからメイクやろうかなって思って、ちょっとだけ大人っぽい。本当イエイって感じ。あれ、コットンがない。スキンケア、あれ、ギャルメイドちゃんどこ。ギャルメイドちゃんいない。じゃあ、あ、コットン拭き取っていこう。こんにちは、いちゃんあささん。わー寒い、これ冷たい。たらたらくん、ありがとう。マシュマロもーちとえにさん、あとありがとう。ちゅうさん、こんばんは。今日私はね、今日お出かけしようと思ったんですね。そう、お出かけしようと思ったんですけど、そう、お出かけしようと思ったんですけど、結局起きれなかったっていうか、ちょっと久々のねお休みだったんです。丸一日オフだったので寝ちゃおうと思いまして、そう、寝ようと思ってさ、それで今日寝てました。でもお部屋の片付けをできたのでよかった。じゃあどちらお出かけ。いや、どちらも決まってない。別にどこにお出かけするとか決まってなかったけど、お洋服見に行きたいなと思ってて、そうで今日こそ皮膚科に行こうと思ったんですけど、最近ちょっと治ってきたので、そう、やめたなんかいいやと思って、治りかけてきてるから、こう、ま、頑張って自力で治そうと思って、まあ肌は荒れてるけど、やったなら何したかった。何キチャさん、ありがとう。マシュマロ、今日はもう寝るデイにしました。そしたらね、8時ぐらいからね、カスミンがね、前髪切ってって言って、そう、カスミンが前髪切ってって、今日一日ずっとで結構前から言ってて、そうで、今日私お休みだから嫌だとか言ってたんですよ。そうで、でもでわざわざ響きんちに来たので、あの子はで、まあ切ってあげました。でね、まあちょっとさっき、まあ、ちょっと前までいたんですけど、そうで、姫野も前髪切ってって言ってさっき来たんですよ。切りました。ほんとメンバーの前髪切ること多い、結構。楽しいからいいんですけどね。肌荒れたら心はありません。心が荒れるでしょ。次あったけん雪美容室ギブかった。雪美容室はねメンバー専用なんで。美容室に回転、
分かりますステーカー取っていいですよ、やばすぎ、取れませんって。本当にありがとう、ありがとう、ハートありがとう、猫マシュマロありがとう、グリマシュマロありがとう。そう、ひちゃん服見に行くだけ済むの。いや、なんかお話し会とかの服を見に行きたかったんですけど、そう今日はやめちゃった。まかりのさ服なんか見たかったんですけど見ちゃいました。今日スピン感すごくない？前髪上げてるからか。嬉しい、ありがとう、かすみちゃん様、しまらありがとう、りくさま、しまらありがとう、ラビュー。1000円で切ってあげる、え、そうなの？ 1000円、いいね。カメさんハートありがとう、キモかくて偉い、ほんと？キモさんギザギザに来てる、やばすぎやばすぎだから。パルさんありがとう、マシュマロマシュマロちゃんちゃんありがとう、チャナタラくんあとありがとう、ミックの話は何の話、どういうこと？みさみさんありがとう、ハントモリシさん、マシュマロありがとう、あとありがとう、マーティーとヨネさんありがとう、ありがとうね、シレモンさんありがとう、ヨシイゾンビズかわいいってありがとうね、ありがとう。何切ったらください、あげませんよ。さラビュー、トリジーさラビュー、目にツーショットの件あります、楽しみ、私も楽しみ。昨日とは違う可愛さがある、私昨日は良かったね、昨日のビジュアル良かったかもしれない、自分で思った。ひろしさん、ラビュー、おにけんぎゃさん、マシュマロありがとう、ゆうたさん、あとありがとう、さかさん、あとありがとう、ゆうたさん、マシュマロありがとう。ほんとにさ、今回の、1億円バズレ、めっちゃ面白かった。めっちゃ面白かったですね。私はほんとにそっちグループじゃなくて、ほんとによかった、と思いました。もう、ほんとによかった、もう天才っていう、もういちごかわいそうだったけど。ほんとに電話してきたんですよ。何かと思えばさ、昼寝してたんですけど、その時とっては誰と思ったら、いちごから電話かかってきてて、しかも一時普通の電話でしてたら、なんか最初から、いや、ん、途中からなんかビデオ電話になってて、あれみたいなで、ビデオ電話で喋ってて、頑張って頑張ってしか言うことないから、そう、頑張ってって言って、頑張るんだいちごとか言いながら結構長く電話してたんですよ。そう、絶叫も絶対やだ、絶叫は絶対やです、絶叫はしたくないです。チラチラですごく素敵、ほんとどれの髪の髪どこにもの抹茶と一応入れてきました、本当に入ってた、最強だわ。ちょっと肌が汚すぎるので下地だけ塗っちゃおうっと。ねえち、ねえちこちゃんよりやばそう、多分やばい気がする、あの二人はやばい気がする、もう本当によかった、マジでもう顔面崩壊するとこだった気がする、みんなから嫌われるとこだった気がします。それでは元気よくいってらっしゃいとか、もう絶対嫌だよね、もうイラってしそう、ちっちゃいジェットコースターくらいなり、ちっちゃいジェットコースターはねいける気がする。私は佐世保長崎にメルヘン村っていうところがあるんですけど、そこのそこだったかな、そこのジェットコースターは乗れたので、ちっちゃいジェットコースター、赤子供用の、あとグリーンランドのテントウムシコースターも乗れた記憶があります。そう、乗れた記憶があるので、ちっちゃいやつなぎりいける、でもちっちゃいやつでもめっちゃ怖くて、でもギリギリいけますねって感じ。
どう？ちょっとこのこれ塗るだけで全然違う。かちゃんさん、マシュマロありがとう。よしさなんびゅー、素敵な茨城さなんびゅー。くまねパパこんばんは。みつのゆさなんびゅー。ひーちゃんうららららら。てかあのしょうさんのさ、私僕隊見たんですね昨日。そしたらファンの方がね、ひーきのパネル持ってるって言ってたから、見たら本当にひびきのやつ、ちょっと面白かったです。それにうさぎのうららららら、らってついてて面白かったですね。そう、マネパパありがとう。マシュマロ、マシュマロありがとう。オリゴ糖。眉毛だけ、クマだけ隠します。うん、マネパパありがとう。マシュマロ、江坂さん、マシュマロありがとう。子供のジェットコースターしか乗れん。うん、本当にそれな。私もです。あった、ピーモンです。コンシーラーブラシがなくなってしまった。どこに行ったんだろう。ミラさん、カーマンメルヘン村行ってきて。え、それな、私も久々に行きたい。メルヘン村めっちゃ行ってて、ちっちゃい頃てか普通に大人になってからでも結構行ってたんですよ。家族で、家族でメルヘン村行くこと多くて、でも本当に最近は全然行ってないので、行きたい久々に。でも、ほぼ大抵私が乗れないやつばっかりになっちゃったから悲しい。あのお水のボート好きだったんだよね。そう、メロさんこんばんは。ニツクサナンビユージョさん、ありがとう。メルヘン村、佐賀ちゃん、佐賀だっけ。メルヘン村結構遠い、響きのところからは。トマキさんこんばんは。え、長崎、うーん、佐賀か、佐賀だっけ。もう結構行ってるから、もう地元感すごいんですよね、メルヘン村は。目元がさ黒い。じゃんじゃん、普通にガチでメイクしちゃってるんだけど、どういうこと？もう寝るだけなのにさ、もう。まあいいや。片平さんありがとう。マシュマロ、マイキさんマシュマロありがとう。メロね、さんがね、行ってらっしゃったね。そう、久々に見て行ってらっしゃると思ったよ。ひみきも、え、眉マスカラの色変えたんですよ。新しい、言ったか、この間眉マスカラの色を変えまして、今まではひみきヘビーローテーションの3番を使ってたんですね。この色わかるかな、あんま変わんないけど、もうハッキハゲ。こっちがね、この響きはもともと使ってたのはすごい明るい髪の人に使うやつで、こっちは9番にしたんです。新しく買ったやつはちょっとナチュラルにしました。見て、なんか眉毛めっちゃ綺麗じゃない。別に整えてないんだけど、めっちゃ綺麗です。眉毛だけはめっちゃ綺麗ですね。今日いつもと違うメイクしようかな。ただ、あ、事故起きるかな。え、そうなの？本当に怖い。え、そうなんだ。トマキさん、ありがとう。よしとさん、ビュー。探し。マジパーランド。何それ、コース。そうなん？ひーちゃんと遊び行くときはちっこい。子供遊園地、もう子供用の遊園地でも無理です。なんかメルヘン村にね、遊覧船があるんですよ。それでも気持ち悪いから無理。それでも気持ち悪いから結構無理ですね。じゃんじゃじゃん、
最近はピンクのアイシャドウにハマっております。ピンクのアイシャドウ。たまゆきさんありがとう。だるまエスト様島のありがとう。みそかつさんいーちゃんこんにちは。こんにちは。こんにちは。僕たちがなかった。え、思ったよりピンク、思ったよりピンク、思ったよりピンクになっちゃったよ。うん、髪の毛適当すぎない？髪の毛やばすぎない？ごめんね、ほんとアイドルね、見えないよって。こんにちは。ひらがな斉藤さん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、わわ、カメダリさん、ラビュー、ひびくうしって、こんにちは、こにこに、こににちは。あれ、ひびきさ、専用ブラシ、じゃんじゃん、カメダリさん、ラビュー、ラビュー、じゃん、ドスコイボンジュール、ボンジュール。ひーちゃんの額に住みたい。午後11時。ちょっと面白いかも、ちょっと面白いかもしれない、それは。見て見て、なんか LINE 引いてみた。どうしようかな、ちょっとこっち、こっちもピンク。いつもと全然、まあ、いつもにちょっと似てるメイクにするけど、でもさ全然さメイクだけで印象変わるからさ、光る、全然さ違くない？いいですよ。自分がジェットコースター乗ったら顔が青ざめる。いや私も、アタピも同じくでございまする。マジで本当に無理だよ。結構吉田くさん、マジマのありがとう、ありがとうごじゃるよ。てる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 、たくさんマジマのありがとう。次のスペイン目は絶叫マシーンで絶対嫌です。もうそれだったら本当に嫌だ、嫌ですって言ってる。厳しいですって言って、人が乗ってるのを見るのでも結構嫌なので、見てて怖かったです。まあゲラゲラ笑ってましたけど、見ながら。このさメイクさ、ちょっとマスカラしないとちょっと厳しいかも。マスカラしないとなんかやばい人になってる。ね、マスカラしてって感じじゃない？ちょっと厳しい。でも全然違う、これだけでも差がだった。トイさんありがとう、マシュマロ、マシュマロありがとう。 TSUKAMOTO さん、マシュマロありがとう。おゆうさん、マシュマロありがとう。ホワイトでラビュー、今日ホワイトでなんか作ろうと思ったんですけどやめちゃいました。ちょっと むくむと困るのでやめちゃいました。多分食べたいしすぎるかよって。はい、その場でいいか。てってん、ちちちちち、シギちゃん、何秒、普通に飛行機に乗るのも怖くて泣きます。本当にそうです。飛
行機は無理なのにさ、普通に考えてさ、ジェットコースターは無理に決まってるよね。だから本当に良かったと思って、私は乗れてない気がする。多分乗ると思うけど、乗ると思うけど乗れない、難航級してると思います。あ、危ない、また響きはやるとこでした。そう、響きね、アイラインを先に描いた方が綺麗なので描きます。昨日本当にメイクうまくいったからさ、またメイクするのかよってね。あれあれれ、これ響きいつも使ってるアイライン、ジェルアイライナーなんですけど、なくなっちゃいました。なくなってしまいました。ということは私のジェルアイライナーはなくなったってことですかね。ないですね。ドル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 。私のピンク、あ、ひさまるさん、こんばんは。デメキンさん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございました。してよって、3期研究生の浜田ひびきです。こんにちは、こんばんは。ピョンミさん、ナピュー、つなめさん、ありがとう。おし、ありがとう。つなめさん、あっと、ありがとう。ひななさん、受験です、こんにちは。眉毛やっと取れんとき、どれくらい細くするか迷う。でもあんまり細すぎるとさって感じだよね。酔っちゃう響き、ピンク、そうピンクだから、このさ、アイライン描くときにさ、顔がやばいになります。ひーちゃん NG 意外にも、たくさんある、たくさんあります。 NG はたくさんありますよ、大量だと思います。結構大量すぎる。めっちゃピンク、これピンクなんだよね。あ、じゃあさ、目がさ全然違うくなるから検証してみよう。面白くない？メイクでどのくらい変わるのかなって検証、良くないですか？そうしましょう、勝手に検証を始めるやつ。私はここのね、全部埋めるんです。でもここを全部埋めちゃうと、あの、結構私は目をギュッてつぶるタイプだから、真っ黒になっちゃったりもしちゃいます。シーさんも実況系そうなの？誰なんだ。あれさ、ありがとう、ありまうの響きを見せるのよって。でんてんてん、意外とアイドルに見えてます。本当、ヤシタクさん、ありがとう。マシュマロ、マリちゃん、ありがとう。あと猫、ありがとう。マシュマロ式 X 公式、怖い夢のメルヘム。嘘、怖くないよ。なんで怖いの？普通に楽しいよ。メルヘムロ、めっちゃ言ってるから怖いとかないですよ。怖くないよって、見て、こうまつげだけで全然違う。ファンメイクのやついいですよ。ラインって何？目の輪郭的なもの。まあ確かにそうだね、確かにそう。本当にこれ上手くなった、まつげ作るの上手くなりました。今にな、今は本当にこの何、ピンセットがないと生きていけない。このピンセットめっちゃいいんですよ、100均なんだけど。
めっちゃやりやすくていい。やば、全然違う。え、全然違う。何を教えられたんだって感じだけど、ごめんね。半分メイクしたら拡散されそう。やだ、拡散しないで。どう？拡散。ね、全然違くない？自分をあらわにしすぎじゃない？ちょっと。ほんと。くたらさん、何美容院で全宣言使った？使ってない。何それ。ゆき、素敵、ありがとう。色白じゃないよ。まったく。おちいちさん、ナビーちゃん、こんばんは、こんばんは。HAR さん、こんばんは。スタッフさんが仕事を断るメンバーって意味についてるかもしれない。そうでもないんじゃない。でも何でもしたいですって言われてるけど。ハッピーホワイトデイ。そう、ありがとう、マシュマロ。ルパンさん、ありがとう。ただ、お返しまでに来てごめんなさい。ないです。私も3年得意の方ではないけど、持ってきます。あげてください。飛行機嫌い。逆に何段乗れるんだ。新幹線は乗れるようになりました。昔は新幹線も本当に嫌いでした。新幹線も好きじゃなかったですね。新幹線も結構さ、あのふわってなるじゃないですか。だからあんまり好きじゃなかったけど、まあまあマシになりました。なんかさ、そう、慣れた。新幹線は慣れた。そう、ひろくんでナビュー。このお金がたこまりごと相談者、こんばんは。しか作る気なかったし。いや、あったよ。めっちゃありまくりでしたよ。ありまくりって感じ。見て見て、もう全然違くない？ほら、すごい、すごいね、この変わりよう。ちったまさん、ありがとう。あと、ありがとうございます。ありがとう。ジェットコースター見えたけど、飛行機はたまにしか乗らないし、ワクワクする。嫌です、飛行機嫌い。本当に好きじゃない飛行機。僕たちはジェットコースターみたいに恋に落ちて、肩、肌を求め合い、重ねて儚い夢を見た。いいよね、ジェットコースターって。ほんま昨日は100点ありがとう。今日は100点とか言わないもんね。全然違うよね。ハンゴーメイクいけるかもしれない。たまさん、ありがとう。マシュマロ、こんばんは。こすけさん、またありがとう。さくんさん、こんばんは。あーさん、何ビュー気分悪くない？ここす？何？聞けますよ。まるちゃん、ありがとう。ハート、ありがとうございます。でも全然違くない？結構違いますね。怖くて無理。確かに。まるちゃん、ありがとう。マシュマロ、よろしくお願いします。しんいちさん、ありがとう。マシュマロ、しんちゃんさん、ありがとう。ハート、もへいさん、ありがとう。ハート、どうですか？全然これでも違う気がする。昨日ね、隣のナースエイド見たんですよ。したらもう続きが気になる感じで、もう「え、続編ないの？」ってめっちゃ思いました。見てる人いた？どう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 、目だけで全然違う気がする。全然違いますね。もう前髪ができない。前髪がね、もう割れてる、見て、割れてるからさ、でき
できないんですよ。ひどい前髪が。モヒーさん、ちっちゃんさんありがとう。ハート、モヒーさんハートありがとう。白の子はそこが定位置になった。そう、可愛いでしょ。次 iPhone16 買いますか。買いません。私は結構買ったばっかなんで。14、そう、15が出る前にあの10、もう何でもいいから早く携帯を変えたくて14にしたんですよね。このさ服がさ、見てみて。サマリサカーマーっていいね。仕事全然違うね。花見行っていく。今年は行きたい。去年は行ってないので行きたいですね。私は行ったことがないから、お花見。北海道のニセコのカツカレーは3200円、高っ。怖いですね。ベニヤ元前に肩車乗れる。肩車嫌です。肩車怖くて嫌です。怖いですよ肩車は。少し怖いので嫌ですね。みんなどういうメイクが好きなんですか。ナチュラル。やっぱりこちら濃いのも薄いのも好きでございます。まつげしたら違和感ないんだよね。ゆらさん、なんびゅー、しんぱくさん、こんばんは。はじりこさん、こんばんは。もうひゆき寝るだけだからさ、ほんと絶対メイクしないでいいんだけど、何しちゃってんのって感じで。地雷メイクみたいね。ひーちゃん地雷系統見てみた。そうなの。これちょっと地雷っぽいくない。ありがとう。テレスかわいいよ。本当は別人かわいいでしょ。確かに違うでしょ。しおりさんハットありがとう。メラメラさん、こんばんは。じゃあ、あ、こっちも会えない引かなきゃ、忘れてた。お、まだ27分だから成功じゃなくて秒速で終わりそうですね。メイク早くね。私メイク早くない。私メイク結構早い方なんです。どっちかって言ったら早く終わります。着いたらあれもうおしまいみたいななってますね。ちょっと待ってね。じゃんじゃん、引けました。あ、ない、なんかゴロゴロする。なんかメイク濃くね。なんかメイク濃いですよ。メイクが濃くて、濃すぎませんか。濃すぎるぐらい濃すぎるんです。
絶対こういうメイクさ嫌な人は嫌か。ちょっと目がゴロゴロする。ちっちゃんちゃんちっちゃんちっちゃん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 って感じ。シャリさんありがとう。飛行機だけじゃなく空港も好き。空港私も好き。空港私も好きです。そのために今日も寝る。寝てください。メロメロさんありがとう。マシュマロありがとうございます。響き白いね。今日100点本当。メロメロさんマシュマロありがとう。明日もさ、明日新しいアトラクション始まると思って延期した。何のアトラクションなの？なんかさ、怖い、ちょっとさ、なんかすごい神秘的なやつじゃなかった？私、あんまりハーステモスのさ、なんだっけ、アクトラクションにはあんまり乗ったことがないんだけど、あ、服についた。そりゃそうだよね。アトラクションには乗ったことがないんですよね。怖くて、あんまり。ハーステモス行ったら私何してんだろう。写真撮って何してるんだろう。あんま行かないからな。バイトで行って友達とちょっと行くとか。ハーステモスが近くにあるから逆に行かないっていう。で前はさすごいなんだっけ、本当に待って、前はめちゃめちゃにさお化け屋敷がたくさんあったんですね。たくさんあって絶対に入れなかった。入ったことがなくて、でももうお化け屋敷なくなっちゃってね、全部なくなったんですよね、お化け屋敷。なんでなくなったんだろう。ちょっとこっちのまつげは不調です。言うていつも不調です。こっちのまつげの方が少ないんですよね。こっち、よし、もう終わるよ。ちょっと待ってね。オッケー、おチェリンゴ。これで響きのメイクおしまい。確かにちょっと地雷でしょ。ちょっと地雷っぽいよね。地雷っぽくやってみました。ちょっと地雷感すごい。ちょっと地雷っぽいな。なんかめっちゃ今日地雷、めっちゃ今日地雷なんだけど、なんで？めっちゃ地雷だね。ね、今日めっちゃ地雷ですわ。ちょっとなんかちょっと響きっぽくないのでちょっと嫌です。響きいつもこんなか、いつもこんな。ちょっとメイク濃い、ちょっと濃いよね、少し。うん、ちょ、コジさん、本当ありがとう。よいしょ、アイロンしよう。ありがとう、ハート。メロメロさん、ハートありがとうございます。今日大学の
進級発表あってなんとか3年生上がった。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとう、進級おめでとうございます。進級できてよかったですね。進級大事。わーって、市長さんが TikTok メイク動画、あ、見ましたよ、見ましたでございます。市長さんのメイクよかったですよ、良いですね。HAR さん、ありがとうございます。ハートたくさんありがとうございます。嬉しい。よしとさん、マシュマロありがとう、たくさんありがとうございます。 HAR さんありがとう。私はケーキも買ってくれ。え、ケーキ、ラビュー。白、ほんとファンデーションなってないけど。HAR さん、ハートありがとうございます。金庫出てきに響けたのはいない。確かに。新一さん、マシュマロありがとう。パン屋で最近よく買う パン3つ教えてください。パン屋そんなに食べないですね。でも私何買うかな、何買うだろう。小学校の頃は私はいつも、まあ、小学校の話なんですけど、小学校の頃はあのスーパーにさ、パン屋さんとかよくあるじゃないですか。でよくあって、でそこでよく買ってたのはなんかウィンナーのパン、ウィンナーパンを買ってました、はい、ウィンナーパンを買っててよく、うん、癖がついてる前髪の、ウィンナーパンを買っていて、でなんだっけ、あとアップルパイも好きですね。あとクロワッサンも好き。結構お好きですね。ね、見て前髪だけで全然違うの分かる。復活なんか前髪あるだけでさ、ギャルくないんだけど、どう、前髪あるだけでギャルくないの分かる。 HAR さんありがとう。マシュマロ、桜みんなで食べた桜みんなで食べた赤いの花びら。じゃあどのメイクでもシキピ、え、嬉しい。ルチータ、いいじゃん。狙いキュート見てみたい。ほんとキズメイク、あ、キズメイクとかね、キズメイクのやつしたよ、お前。学校の時、専門学校の時にやった。でね、なんか血のりとか、そういう系のやつ使ったから肌が荒れちゃう、結構。ゆうとさん、こんばんは。キズメイクとか一回やってみたいね。ゆうさくさん、こんばんは。カラーメイク好きです。マジ？めつべてなんか前にやんさん見て、見えないでしょ。しんいちさんありがとう。マシュマロ、みちかさん、ラビュー。キュニー、ラビュー。空港好き。そう、空港好き。飛行機も空港も好きだから、いつでもデート行ける。いや、おもろ。デートはちょっと面白いかも。キュニー、マシュマロありがとう。本優さん、マシュマロありがとう。白ギャル感出てきて嬉しい。ギャルじゃないから。しみさん、何秒今日飲むん？ほんと？ピンセットさっき言った。違うよ、ほんと？りょうさん、何秒？今晩確か地雷でしょ？花火室に対し、2週間に1回切りに行ってしまう。いや、もう髪なくなっちゃうよ、それ。通行、休校、通過駅さん。ありがとう、マシュマロ。おぉ。よしとさん、かわいい。ありがとう。ね、1回メイクしてって言ったら何でも、え、できる、できる。結構できると思います。何メイクしてほしいとかあったら言ってくれたらしますよ。なんか髪型とかもそれに合わせてやっちゃう。今度ね、そういう企画やっちゃうね、やりたい。 OK ビーザナビュー。赤いリボンとかつけてもさすがに、確かに赤いリボンないよね、私濃いめだよね。デュオストラさん、ランビュー。ニコハート、ありがとう。メイク動画、ヘアレンジ動画を2分20秒作ったらめっちゃ見られそう。なんで2分20秒？
しよう、ありがとう。おにぎり屋さんありがとう。マシュマロスーパーってエレナ、そうエレナ、カレーパンとかちくわパンとかメロンパン、あーうーあんま買わなかったかも。ちくわパンを買ったことないかな。メロンパンもちっちゃい頃買ったことないかな。素敵素敵メイシャ素敵ゆうちゃみさんは、そうなの。キルピ素敵、ヨシイサミさんマシュマロありがとう。美容学校って技術難しそう。難しいです、めっちゃめっちゃ難しいよ、本当に難しいよ、マジで本当に難しい。でも本当に最初このハサミをこうするこうするのもきつかった。なんかこの親指だけ動かす、あー外れちゃう、親指だけ動かすっていうのが結構難しくて、今の方ができますね、どっちかって言ったら。そう、こうやってね。でももうなんかこのハサミがねちょっとボロくなってきちゃった。こっちの白いの取れちゃったんだよね。じゃあ今日のあなたはとても美しい、ありがとう。奥にありがとう、レインボースター、ポテトさんありがとう、ハート、チャイボーグメイクお兄ちゃん、チャイボーグ、チャイボーグ、ちょっとどんなやつだっけ、ちょっと今調べられんのよねだから調べるね。で、ま、姉が持ってた漫画で面白かったのは何ですか。姉は漫画は持ってなかったので私は自分で買ってましたね、はい、私が初めて自分で買った、あでもクラワシンちゃんが初めて買った漫画なのかな、どっちだったっけ。でも私が多分一番好きな漫画はちょっと違うけど、一番初めにガチで揃えて自分でのお小遣いで買ったのは好きです、鈴木くんっていう少女漫画です。そうが私が初めて買った漫画本、ちょっと持ってきてあげるわ。今日のね服装やっぱりダサいんだよね。まあまあよいしょ、あーこれ下にある、あーあった、鈴木くん14話でいっか。私は漫画本全部持ってきてるんですけど、よいしょ、全部持ってきてるんだけど、この好きです鈴木くんっていう漫画本を初めて買いました。これはもう18巻持ってます。そう、それからね漫画本を集めるのがすごい趣味になって、でめっちゃご飯集めてるんだけどもうやめちゃった。小学校中学校ぐらいまでは集めてたんですけど、でも全部持ってきた広島。漫画本は時々読みたくなるから、でも読んでないんだよねやっぱ。チャーテリシャクさんこんばんは。ガングロメイク、ガングロメイクちょっと言うかおいしい、丸くバグ今日も会員ありがとう。シギさん癖になる長さが2分20秒、あーそういうこと。レナあかりさんバズって今の流れになった、そうなんだ、へえ。カニさん、あそうなんだ、ハサミタコできちゃうんじゃない、どうかね、私はできなかった、まあ、そんなに毎回ハサミ使ってたわけじゃないしね。私はトータルビューティー科なので、タコはできない、デジテートもできる人はできるんかな。あーメイク痛いです、そう、これは親指と中指じゃないんですよ、薬指なんです。薬指を入れますハサミを。そう、中指を入れそうじゃないですか、でもここ小指はここなんです、このここ。そう、ジェキーさんのビューハートありがとう。小指だけ顔出してる感じ、そう美容師さん、そうだよ小指、まあ、持ち方もねいろいろあるんですよ。この持ち方もあれば、どうだったっけ、もう忘れちゃった。普通のカットしなくなったから、前髪カットしかしないから。ティーカ結婚してありがとう。しないけどねしないけどありがとう。悩みだけをって
ピカ疲れない聞き方、いやでも慣れないときついかも、最初難しかった。たまに手がハサミの人います、やばすぎ。うーん、嬉しさんありがとう。高橋さんこんばんは。あとちーまる子ちゃんとこっちカメ、何それ。ひとしさんハートありがとうございます。カリさんナビュー。パーカーのフードかぶってお腹出そうになるのあれだけ、どういうこと。フードかぶってお腹が出そうになる、どういうこと、どういうこと。ひとしさんハートありがとう。高橋新さんマシュマロありがとう。カメさんハートありがとう。私も高橋新さんありがとう。あとひろしさんハートありがとう。ゆゆうさんありがとう。ハート中野さんこんばんは。やすさんこんばんは。気になるけやみに行かせて。ダメですよ。福岡のライブで初めて見ました。嬉しい、ありがとうございます。福岡のライブね、フェスかな、いやのね、あのフェスはね、自分のでうまくいく出来上がりじゃなかったんですけど、見てくれてありがとうございます。また見に来てください。こっちに公園を見に来てください。ぜひよろしければ。鴨志田さん決めるるん、うんうんうん、筋トレみたいなんだが親指、いやそうそう、そんな感じだった最初。たなたなくんありがとう。マシュマロ、あなるほど、薬指、そう薬指にする。中健さんこんばんは。髪伸びてバサバサだから3月20日カットしません。肌にバサバサしてるだけで握力強くない、そう強くならん。マジで好きめるね。ラボさん素敵ありがとう。すこやかプリンさんさいまーしんさんありがとう。だるま僕も食べるものを食べるとき上は固定で下の顎だけ動かします。そんなことできるんですか。いやむずくね。これはちょっと食べるのに苦労しますね。うん、ともいちさんマシュマロありがとう。ありきゃとう、ありきゃとう。まちゃんがショール見ちゃった。たかちゃんさんも神吉さんありがとう。たかちゃんさんマシュマロありがとう。チャ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 。このミク道具、ミク道具片付けようと。今日キッチン周りをねすごく綺麗にしまして、そうで電子レンジもさ、なんか気づけば汚くなってる時あるじゃん。それでめっちゃ綺麗にしたんですね。最高に綺麗になりました。気分がいい、やっぱり綺麗だと。で普通のお部屋はちょっとまだ片付いてないっていう、綺麗にはちょっとあと少しって感じ。チッ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 マシュマロありがとう。メタンさんありがとう。マシュマロありがとう。マルさんありがとう。お、ホワイトデーフェス2024年が終わりますね。ありがとうございます。マルさんありがとう。ひーちゃんの真似して最近断捨離始めたけど、かなり楽しいでしょ。え、楽しいでしょ。そう楽しいよ。そう結構めんどくさい、途中からめんどくさくなってくる時あるけど、楽しいよね結構。スッキリするしね。そう楽しいんですよ、かなりかなり楽しいよ。響もしたいんですね。でも春が終わってからまたやろうと思ってる。服とかはお皿もね捨てようと思って。お皿ね、なんか響きんち絶対一人暮らしじゃないだろうぐらいお皿あるんですよね。ひちゃんちょくちょく掃除してるよね。そうちょくちょく掃除してます。そうちょくちょく掃除しないとね、すっごいひどくなるから、ちょくちょく大掃除してんだよね。
棋戦はどなたか将来も強いのですか。え、わかんないです。何が強いんですかね。みんな強い気がしますけど。くんさん、なんぴゅー、たかちゃんさん、まじまらんりかお、最高最高、気持ちいい。え、どういうこと。綺麗になったら遊びに行かせてください。やです。おゆうさん、マシュマロありがとう。ゆうなたかんまーむにけんぎゃさん、マシュメインマスターありがとう。無駄に物買うのが好きでやめられない。え、私もその症候群ありますよ。私はもともとすっごい物買うのが好きで何でも買っちゃってた。てか小学校の頃とかなんか100均でもう5000円分買ったりとか意味わかんないことしてた。なんで今思えばそんなのにお金かけるのってくらい買ってました。そうだからね、小学校とか中学校の時とか、まあ、高校もそうだったけどの時とかは、中学校か、中学校ぐらいまでは本当になんか何でも買ってた。だからお部屋がもうな物にあふれてるっていうか、そうやばかったです。福岡の一人暮らしの時もなんか無駄に荷物持ってってて、そうだからどんどん増えてって服もどんどん増えていくから部屋がしかも狭かったんですね。福岡の部屋狭くて、そうでもっともうなんかごっちゃごちゃなってた。ここはねまだ広い方だからよかったし、まあまあ捨てたし持ってきてないやつとかもあるからまだマシ。そう、やりすぎて着る服が一時期なくなってしまった。いいな、そこまで減らせてみたい私も。でもそこまでしちゃうとさ、私は話し会とかがあっちゃうからさね。ミキーズ、こんばんは。 CD のたくさんしました。まあ確かにたくさんあってもねあれだもんね。さっきマシュマロありがとう。お兄ちゃんさ、こんばんは。さっきハートありがとう。一人暮らし始めてお皿困った時欲しいです。まああげますよってぐらいです。本当にさら分かるでしょ。そう、さっきハートありがとう。もうたくさん捨てたいんですよね。お皿も捨てたいし、フライパンも一回捨てて新しいのに変えたい本当は。チェキハートありがとう。コーラルリュウさん、こんばんは。チェキハートありがとう。マリさんありがとう。レモンスターいらない。え、そうだよね、お皿いらないよね本当に。そう、お皿さ、なんか増えていくんよ何かしらね。なんでこんなに増えるのって感じなんだけど、なんか無駄にさあったってさ言うて人来ないんだからさみたいな。いや、メンバー来るけど言うてそんなにガチで振る舞うことはないし、そう、うん、で家族も来ることないから、うん、お皿いらないよねっていう。そう、自分一人用しかいらないって感じなんですよね。だからちょっと捨てようかなって。今日2個コップ捨てたんだけど、まだ捨ててないけど置いてるだけだけど捨てようと思って。さっきはありがとう。実家のビクの部屋は物を嫌ってます。またなってません。響の実家の家は普通に部屋になってます。私の家、あの私の部屋はね、もう私が出て行ってもうそこを卒業して専門行く時にはもうすぐ私の部屋はなくなりました。ホワイトデー受験なのかな。確かに物欲すごい。そう、物欲すごいよね。でも最近は物欲、お金があったら何でも買いますね。私は最近はあんまり買わないようにしてます。サラたくさんあるのいつでも生きるな。ダメで。ちょっと無印良品の白い食器で揃えたい時があった。ええー、わかる。私何でも揃えたがり。赤ちゃんさんありがとう。ありがとう、マシュマロ。同じ服同じようなの買うのやめ。え、それな、同じようなの買うよね。そう、なんか絶対持ってるよねっていう服買っちゃう。なんかいつもさ無難なものをさ選んじゃってさ同じような服買っちゃうとかあるよね。だから最近ちゃんと考えて服買うようになった。で本当に今服が欲しくて、またしかも春ぐらいの服ってあんまり持ってないんだよね。不正も何買ったか分かんない。若さゆえに何でも買ってしまうんですね。直樹さんのビューもみが宅屋さんだから、え、いいな、草くれる、え、いいな、え、絶対可愛いよ、お皿じゃん。そんなん、いいなぁ、響きも。お皿いいなぁ。
いいね雑貨屋さんって素敵、めっちゃめっちゃいいね雑貨屋さん、いいな雑貨屋さん行きたいですよ。いや、どんなメルカリ売っちゃいましたか。いや、メルカリは使ってないです、めんどくさいから。知らん、バルコの無印商品綺麗でコーヒー売っててよかった。え、わかる、綺麗だよね。ねえ、無印商品綺麗で最高、物がないと落ち着かん。えー、まあ確かに物がなさすぎるとね、片付けないと気が済まない。意外と豆。あとの部屋クリアファイルありすぎ説あります。あ、そういうのあるよね。私も韓国好きだった時クリアファイル大量でした、はい、韓国大好きなんですよ。韓国アイドルが本当に好きなので。 HOI さん、ハートありがとう。ナーキさん、ハートありがとう。着なかった服は来年絶対に着ないので。そう、そう、絶対そうなんよ。だから今年春が終わったらアウターを捨てようと思います。そう、春に着たいアウターがあって、そこでちゃんと着れたら着るけど、着なかったらもう捨てる。でも何個かさ、あ、これ着てないけど捨てれないってものがあるんですよね。友達とお揃いだったりとか。直樹さん、あとありがとう。マシュマロありがとう。ルメアさん、ラビュー。マライカさん、ラビュー。アジッチ、マシュマロありがとう。ありがとう。思い出した、フライパン買いにたいんだった。フライパン買いたいの。私は思いないパン買いたいわ。アジッチ、マシュマロありがとう。姉さんたち遊び来んね。そう、来んね。本当はね、3月来る予定だったんですよ。もうちょっとの日で来る予定だったんですけど、なんかちょっと予定が入ったみたいで来なかったです。悲しい、会えると思ったのに。そう、来ない、来ないって言ってました。ほゆさん、マシュマロありがとう。あと、ありがとう。あじちゃん、あと、ありがとう。クッキーの缶は捨てずに、この前入れにし、クッキーの缶買わないな。あじち、あと、ありがとう。私セット同じようなのゴーちゃん買った。え、でもセットは着るからまあいいと思う。スウェットはマジ買っちゃう。私もこの間買っちゃったもん、スウェット。スウェットは本当にね、着るから大丈夫で。スウェットは買っちゃうよね、本当に。買いまくっちゃう。電波が悪いな。ダニオさん、マシュマロありがとう。つのめさん、ありがとう。セットで行ける。限界どこまで、本通り？新幹線、余裕です。どこでも余裕です。スウェットはどこでも着ます。着てます。それを話ししながら20の迎えに着ていく服はこの前買ってしまった。そういうのあります。私も白まさきさん、ラビューね。ちょっと電波が悪いね。電波が悪い、電波が悪いよ。電波が悪すぎますね。今日さらに可愛いよ、ほんと。じゃあ今日までだった、今気づいた、セーフ。どういうことは、キャンディー。じゃあそろそろ誕生の時間なので誕生読んでいきたいと思うよ。みんな聞こえてるかな。みんな聞こえてる。じゃあ読んでいきます。ループしてるよね、ちょっと。では13位オグリン、ありがとう。12位マリケンギガさん、ありがとう。11位マルさん、ありがとう。10位モヘイさん、ありがとう。9位 MOTTON さん、ありがとう。8位まるちゃん、ありがとう。7位ほゆうさん、ありがとう。6位たなたらくん、ありがとう。5位メラメラさん、ありがとう。4位やしずみさん、ありがとう。3位ザッキー、ありがとう。2位 HAL さん、ありがとう。ありがとう、ありがとうございます。1位はドゥドゥドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥドゥンハゼッチです。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さん来てくれてありがとうね。本当に今日もありがとうございましたです。寝る前にひーちゃんの声来たし、下も頑張る、頑張って。たかちゃんさん、ありがとう。
ももがるさんありがとう、わしまろうありがとう、ハートもありがとう、たなたくん、たなたなくんありがとう、今日も可愛かったありがとう、さっくんさん、マシュマロありがとう、ももがるさんあとありがとう、まさやまさんあとありがとう、しぎさんマビュー、なまたいつかーって、またね、4位と8位は同じ方、そう、ちちちち、じゃあみんな、また明日会いましょう。では、グッナイ、おやすみなさい。バイちゃんも。バイバーイ。バイバーイ。おやすみー。